姉さん。洗うね。私に何も言わず、一人で抱え込んで。洗うね。あなたには戦いの外にいてほしかった。私が城の外で目にしたものをあなたには見せたくない。私考えたの、姉さんを助ける方法を。諸王会議でお父様を信にしてもらうのよ。お父様は不可侵条約を破ったわ。火が認められれば姉さんはきっと助かる。洗うね。すぐにでも教会に告発状を届けるわ。洗うね。危険よ、お父様に気づかれたら。このくらいさせてよ、姉さん。私、姉さんを助けたいの。どうしても。信頼できる人がいるわ。失礼。失礼します。ありがとうございます。どうか。
はい。お任せください。実は。シャス首長様、助かるわ姉さん。ありがとう。洗うね。教皇、生きておられたか、ソロン王。よくぞここへ。エリカ王女のお力になりたく参りました。パーディス王はもはや暴君、裁きが下されるであろう。聖火の加護があらんことを。ソロンよ、貴様は王ではない。国を見捨てて逃げた羊よ。この敗北からしかと学ばせていただいた。覚えておれ暴君よ、羊も生きてさえいれば爪を研ぐと。
オルステラの王たちよ、よくぞお集まりいただいた。これより諸王会議を始める。主題はエドラス王国ハーディス三世の侵略の是非だ。先のリーベン・アルティニア両国侵略はこの場で誓いし不可侵条約を一方的に破るもの。万が一事実であれば諸王会議の威信に関わる。ハーディス三世よ、その真偽はいかに。教皇、このソロンに発言の許可を。パーディス王は三国の固い契りを破りました。リーベン王を殺害し国を飲み込み、我がアルティニアまでも滅ぼさんと攻め入りました。紛れもない事実にございます。そしてその暴挙に抗い我が国と共に戦った方がいます。他ならぬエドラス王国エリカ王女です。王女は今国内にて謀反の罪に問われています。パーディス王が無罪となればその命もないでしょう。王女は正しき心を持つお方です。ここで議されているのは諸王会議の威信だけではない。あなた方の手には王女の命も握られているのです。どうか正しきご決断を。ハーディス三世、ソロン王の証言に異論はあるか。無論ある。要は一方的に条約を破棄してなどおらぬ。アルティニアに攻め入ったのは事実だ。正規に宣戦布告をしている。何だと。教皇、アルティニアは宣戦布告など受けては。よまいごと。我が国の第一王女がわざわざ赴いたではないか。愚かに祖国を捨て寝返ったがな。静粛に。ハーディス三世、言い分はそれでよいか。では各王の投票を執り行う。審議の結果は票の多数によって下される。ハーディス王に罪ありとする者はソロン王のもとへ、ハーディス王に罪なしとする者はパーディス王のもとへ。
すまない。お待ちください、教皇。あの男はリーベン王を殺害したのですぞ。これは事実、重罪にございます。どうか今一度。そうわめくな。我が友を勝手に殺すでない。何？まさか、リーベン王、生きておったのか。この通り、存命にございます。パーディス王は、確かに我が国を訪れました。さらなる和平を固く結びたいと。それはまことか、リーベン王よ。真実です。和平を乱そうとしたのは、祖国エドラスを裏切ったエリカ王女にございます。王女こそトガ人、親愛なるパーディス王に非はございません。さあ、評決を下せ、教皇よ。パーディス三世を不問とする。このままではエリカ様が処刑されてしまいます。どうか私と来てください。ある神話をご存知ですか？かつてこの大陸は闇に包まれ、滅びようとしていました。そこへ火と慈愛の神、エルフリックが現れ、闇を払い、世を救ったのです。時は過ぎ、大陸は再びパーディス三世により闇に包まれようとしています。しかし希望の灯火はかすかにあります。選ばれし者です。失礼ながら、その指輪のことを調べました。聖なる心を持つ者だけが手にできる指輪、エルフリックに選ばれたあなた様こそが。何が灯火だ。そんなものはいらない。オルステラに必要なのは絶対の王のみ。絶対負けられない。バカめ、えいっ。
ache? Sword! さてと任せるよ。あとはよろしくね。任せボタンあり。あとは頼んだぜ。これは守るために。風を切る。どこまでも熱く激落としどころね。氷よ、他のものを砕け。こうでしょう。聖火の光は手応えがあるですね。どうしましょう。せあ始めよう。見せてあげる。すべて撃ち抜く。僕はみんなを助ける。行くぞ、受け取れ。怪人と勝て。崩れたぞ。力を届けます。こうでしょう。聖火の光裁きたまえ。隙が見えるぞ。あら両者よ。あとチェインライトニング、おしまいだ。おっ、危なかったぜ。処刑場はすぐそこです。どうかエリカ様を。おや、アラウネ様、どうされたので？ああ、陛下の氷結ですか。陛下は実に広く人望をお持ちなお方だ。自身の国や家族と他国の王女の命、どちらが大切かを各国の王に問うたのですよ。もうおとなしくしていなさい、小娘さん。エリカ様、選ばれし者、兵よ、選ばれし者よ、なぜ貴様を泳がせたか、わか、すべてはこのためだ。とくと見るがよい。ま、
いいけど。刺激的だ。倒れろ。くらえ。ラウンドデュアル。三者たち。俺とおしまいだ。へ、惜しかったな。よーし、行くよ。任せるよ。受け取れ。隙をさらして。あらはよろしくね。任せる。あとは頼んだぜ。さて、どうしましょう。浮いた。浮いた。風を切る。どこまでも熱く、激しく。氷を吹き留め。なりましたね。よーし、行くよ。刺激的だ。倒れろ。いい手ごたえ。くらえ。ラウンドデュアル。ガラ空きだよ。たち上出来だね。俺と決めるぜ。あいた、あいた。おっと、さてさて、任せるよ。受け取れ。隙をさらして。あとはよろしくね。任せる。決まりました。あとは頼んだぜ。よこ、面白くなってきた。まだ行く。風を切る。貴様の弱点、怪人と風。見えたぞ。どこまでも熱く激落としどころね。チェインライトニング決めるぜ。どんな踊りがお好みですか。はー、怪人と化せ。どこまでも熱く、激しい。あれ、踊りすぎちゃったかな。あら、領地だよ。まあ、これくらいはね。俺とスパイク。まだ許さないんだから。心正しく歩め。たとえ何者が道を阻もうとも、心は悪しき者よ。我が怒りの炎をもって罰を下すとき、汝は主を知るだろう。守るべきものは受け継がれる。選ばれし者よ、貴様が選んだ道の末路だ。
選ばれし者は行方をくらませたようです。よい、あれほどの絶望を見せてやったのだ。疎ましき聖火神の指は、それを奪うには主の心を闇に落とすことだ。なんと、初めからそのお考えで。選ばれし者を逃がし、王女との関係を築かせ、恐ろしいお方だ。聖火神が落ちるのも遠くはない。じきに世へ下る。この国は終わってしまった。誰かここから救い出してくれ。光が見えない。光が。アラウネ様、これを。リボン。エリカ様と王妃様のお形見です。ブラント、お願いがあります。聞いてくれますか。何なりと。姉さん、見ていてね。エドラスは変わった。この国を救ってみせる。必ず。私は祖国の平和を願っているだけです、陛下。私も戦おう。エドラスを守るため、エドラスの者と戦うか。皮肉だな。ずっと心強かった。ありがとう。もはや私には剣を取るしか道はありません。これ以上無駄な血を流させないで。お父様、どうかエドラスのために。ご無事で何よりです。あなた様まで失っては我々は。
あなたも悲しんでくれていたのですか。姉は母のように気高く優しい人でした。自らよりも民を思っていました。命を落としてエドラスを守ろうと。私が姉に代わりこの国を救います。姉が守りたかったものを。もう一度立ち上がりましょう。共に戦っていただけますか。ありがとうございます。私は城に戻ります。準備が整ったら訪ねてください。お待ちしています。